OD 低血圧クリニックの田中です。最近、朝起きることができない、学校に行けないという子どもたちが増えているようです。コロナパンデミックが3年以上続き、その後遺症かもしれません。当クリニックを受診される患者さんの中で、うちの子どもは朝に起きられないのですが、本当に OD ですかと質問される保護者が数多くおられます。お話を聞きますと、 近所の小児科で OD と診断されたのですが、そして薬をいろいろ変えて治療したのですが、あまり良くなりません。小児科の先生も首をかしげています。」とおっしゃいます。そこで私はさらに詳しく質問して、「では OD と診断した時に新規律試験という検査をしてもらいましたか?」と尋ねると、「してもらってないように思います。」というケースが少なくありません。 OD の診断には、新規律試験という検査を実施して、正確に診断することが必要です。この画面は、私のクリニックで実施している新規律試験の様子です。私が1985年に、OD の診療と研究を始めて38年が経過しました。その38年の間、私は OD を正確に診断できる検査法の開発と、 新しい治療法の発見を求めて研究を続けました。その結果、新規実施研法を確立することができました。しっかりしたエビデンスのある診断基準が作成でき、それに基づいて日本小児心身学会の OD ガイドラインが完成しました。今年で OD ガイドラインの完成からすでに16年が経ちました。ガイドラインでは、OD の診断には 新規律試験を実施するように記載されていますしかし忙しい小児科外来ではなかなか実施できないのが実情です小児科医からも新規律試験を実施する時間がなかなかない検査してもはっきりしないケースもある症状だけでなんとか OD を診断したいのだがなどの意見がありますしかし症状だけで OD と診断してはいけません 新規律試験をしないで OD と診断すれば後々困った問題が起こりますそこで今日は OD の診断には新規律試験が非常に重要でありそしてかつ現在日本独自の判定基準が必要であるということについてお話ししますまず最初に診断アルゴリズムと新規律試験による OD のサブタイプについて述べた後の後 新規律試験をしないで OD と診断してはダメな理由についてお話ししますなお、当クリニックでは OD の診断には新規律試験とヘッドアップティルト試験の両方を行っています検査手順はベッド上安静外の後、新規律試験を行い再度外になり、その後ヘッドアップティルト試験を実施します また、1心拍ごとの血圧心拍測定には、フィノメーターを使用し、脳血流の評価には、近赤外分光系ニルスによる脳酸素化ヘモグロビン量を測定しています。新規率試験を行うと、画面の右下にあるように、脳酸素化ヘモグロビン、心拍数、血圧が連続的に記録できます。 そのため、OD を正確に診断することができます。OD の診断は、日本小児心身学会が作成した OD ガイドラインに従って行います。画面にあるのが診断アルゴリズムです。立ちくらみなど、OD を疑わせる身体手術があれば、基礎疾患を除外した後、新規律試験を実施して、 サブタイプは判定します。これが OD のサブタイプです。ご存知かと思いますが、上から順に、起律直後性低血圧、体性貧脈症候群、血管瞑想神経性指針、千円性起立性低血圧があります。それぞれの判定基準は、画面を止めてご覧ください。近年、スライド右に示したような、新しい3つのサブタイプが報告されています。 これらは特殊な装置を使わないと診断できないし、また頻度も少ないので、現時点では診断できなくても構いません。左の4つのサブタイプのいずれかに該当すれば、OD と診断します。ところで、新規事実試験を行っても、子どもの中には容易に診断できるケースと、診断に迷うケースがあります。次に、それらのケースを紹介します。 これは診断が容易なケースです。中学2年生、不登校です。OD 症状は5つあります。新規立試験では、起立後の血圧回復時間が25秒以上、起立3分後の血圧が90、心拍数が135となりました。スライド右の連続記録を見ると、起立後に著しい血圧心拍反応があり、 それに一致して、ニルスで評価した脳血流が低下しています。診断は、起立直後性低血圧、重症型です。新起立試験で容易に診断ができました。一方、診断に迷うケースを示します。中学2年、不登校、OD 症状は6つあります。先ほどのケースと症状はほとんど同じです。 以前の医療機関では OD と診断されていました新規律試験を実施したところ血圧回復時間は12秒と正常起立3分後の血圧は98と低めですが正常内しかし起立後の心拍数増加は30とやや高め脳血流低下はほぼ正常内です診断は正常域 あるいは軽症の耐性皮脈症候群かもしれませんしかしこの程度の OD では不登校の原因にはなりませんそこで時間をかけて医療面接を丁寧に行いよく話を聞くと本人の行動特性としてこだわりが強くマイペースな性格でありさらに音過敏・光過敏があります学業では得意・不得意が顕著で 発達上の凸凹がありそうです。学校でいじめられたこともあり、友達と遊びに行くこともありません。面接ではぎこちない様子で、会話がちぐはぐになり、どうもコミュニケーションが良くないようです。これは典型的な ASD と思われました。すなわち、不登校の原因は OD ではなく、 発達特性による学校適用に問題が生じた結果の心理・社会的ストレスが原因と考えられます。しかし、これまで学校や医療機関において、発達上の問題を指摘されたことはなかったと言います。このように、新規律試験ではっきりと診断できないケースがありますが、あいに OD と診断してはいけないと考えています。それはなぜでしょうか。 その理由は今のようなケースでは OD 症状や遅刻や欠席は OD が原因ではなく発達上の特性による心理社会的ストレスが原因だからですすなわち OD の治療を行っても遅刻や欠席は治りませんまあとりあえず薬物療法で様子を見ましょうとあ,あいに薬物療法を行い 症状が改善しないまま、漫然と薬物療法を継続しているケースが少なくありませんさらに悪いことには、OD だから朝起きれない、登校できないのだと親子とも思い込み不定周素や不登校の心理社会的背景に目が向かず、発達上の問題があってもそれに向き合わないようになってしまいますこれが一番の問題点です 体のだるさをいいつままでも OD のせいにしてしてうからです。その他には医師から OD だと診断されても保護者の中には「休日は朝から起きるのに本当に OD なのでしょうか怠けではないのでしょうか」と疑問を持ち続けるケースがあり子どもへの需要が遅れます。今お話しした理由から OD は新規律試験を行って 正しく診断することが非常に重要です本日の話はここまでとします次回からさらに話を深めていきます画面にある目次に従って5回に分けてなぜ新規律試験が重要なのかを解説します